苦しいリーグ戦の連敗を抜け出し、春の歓喜を待つベガルタ仙台とセレッソ大阪の一戦です。2019明治安田生命 J1 リーグ第5節、リーグ戦ここまで未勝利、桜待つベガルタ仙台と、いよいよ桜軍団の季節、連敗を3で止めて勢いをつかみたいセレッソ大阪の一戦です。今日は仙台雪です。気温が5度、冬に戻ったような仙台となりました。では仙台のスタメンとフォーメーションです。仙台は 3-4-2-1 のシステムです。リーグ戦はここ3戦複数失点です。守りが大事になると監督も話していましたが、このシステムで鍵になるのはどのあたりになるんでしょうか。まあ、やっぱり全体的なバランスもそうですけれども、大幅にちょっとメンバーも変わってますので、はい、変わったメンバーがどれだけの、ポテンシャルで試合に臨めるかというところも大事だと思いますね。ではセレッソのスタメンとフォーメーションです。セレッソも 3-4-2-1、 今日はミラーゲームとなりそうです。セレッソはここまで得点がセットプレーの2点のみということで、このシステムで攻撃の鍵どこにあるでしょうか。そうですね、やっぱり柿谷、清武、徳良、素晴らしい3枚いますので、そこに、ね、どうやって、ポジションでつなげていくか、でそこの後のフィニッシュの精度ですよね。誰に合わせるか、ヘッド長澤、ニアサイド長澤の頭に合わせていきましたが、クロスバーの上を通過していきました。いいボールが入りました。ここもつなぎます。ハモン・ロペスが取る、左足利き足シュートくれ、ナイスキーパーだ。キム・ジンヒョンがここは防ぎました。前に入って長澤シュートはキーパー抑えます。キム・ジンヒョン今フリーで受ける形になって、前で果敢にシュートを狙っていきましたが、ゴールキーパーの正面になりました。柿谷ここでソーザーシュートくる、素晴らしい。得意のミドルレンジからのシュート、ソーザーのあそこのミドル怖いですね。道淵、このパスが徳良に渡る形になりました。セレッソチャンスになります。後ろから平岡、徳良ボールを持つ、シュート、さあ裏抜ける、マイナス、徳良いる、シュート、先制徳良、移籍後初ゴールになりました。大きく吠えました。連敗抜けたいセレッソ、先制ゴールはこのエース徳良が決めています。まあこれも右サイドの、ね、崩しですけども、このクロスもね落ち着いてましたよね。あと入り方非常に良かったですよね。キム・ジョンヤ、兵道、ターンしてハモン・ロペス下げて、キム・ジョンヤ中中央、いいところに吉尾ポジショニング、スルーパス左に流して市原隆義折り返す、遠いサイドヘッド、ビチブチこぼれてシュートは長澤、二の矢三の矢波状攻撃、仙台ゴールは割れませんでした。ただ迫力のある攻撃を見せました。さあボールを奪われて、奪ってセレッソ後ろから田中、トラップしてのシュートは2点目、また流れの中からゴールを奪いました。セレッソ変わった田中です。今シーズンリーグ戦初ゴールになりました田中。京滝選手のパスもね、非常にこう愛情があるパスで、いいトラップからいいシュートでしたね。キープする吉尾が下がって、これが相手に渡る格好、裏のスペース空いている、中央4人、
ボックス入ってシュート、あとわずかというところになりました。ここで試合終了の笛です。セレッソ大阪、いよいよ桜の季節到来か。流れの中で2点を取って、そしてクリーンシート、2対0で勝利して連敗を3で止めました。